はい、どうも、水六です。今日はですね、お知らせです。まあ、ツイッターもですね、クラウドファンディングを、やるっていうのを言ったら結構フォロワーの人がなんか、ブワッと増え始めちゃって、ちょっと僕も、あれなんでって思いながらちょっと戸惑ったんですけど、これが今一番の最新の近況になります。で、今、リフォームの動画はね、あんまり、結構、5月とか、まだ6月まで入ってないんで、最新の状態とは言えないです。この動画が今 最新の状態になります。いや、もう笑うしかなくて、結論ですね。クラファンは中止で、出稼ぎに行きます。はい。で、まあ、結論から言いますと、クラウドファンディングの目標金額は70万で設定をして、公開まであともうちょい、プロジェクトページも申請通って、全部が OK にはなったんですが、めちゃくちゃに困ったことがあって、で、1個目っていうのが、水道管がズタズタであったと。まあ、一応目に見える範囲は直したんですけど、目で見えないというか、匍匐前進で入れない、風呂場のおけと、コンクリートの間、そこの下にね、ボイラーからのお湯を供給するパイプが通っていて、まあもちろんその、お風呂場ってコンクリートでこうやって施工して、そこに、浴室とか、風呂桶を設置するんだよね。で、あとはそのボイラーからのお水が出る管とか、お湯の管を設置するんだけれども、なんとなんと、風呂桶の下のお湯の管が、まあ、凍、あのー、まあ、凍っていたという非常に残念な話になっていて、水道の元栓開けたら、どっかの蛇口が全開になってるのと同じくらい、水が止まらなかったと。で、それを、水道の工事に、の、見積もり出しに来てくれた業者の人たちと一緒に見たんでは、もうこれはダメだと。いうことでですね。まあ、さすがに4月から、リフォームとかして工具揃えて、まあ、金欠っすね。なので、運営資金、まあ、こっちの生活費がないということなので、出稼ぎ行ってきます。はい。で、あともう一個のポイントとしてですね、おそらく、これ買った時に、俺が見なかったのが悪いんだけど、売り主の人は、秋田の人だから当然ね、水落としをしてると思うんですよ。で、これ北海道の人はわかるんですけど、冬場家に水を引きっぱなしだと、水が凍るんだよね。水道管の中で。そんで水道管が破裂しちゃうから、水落としって言って、蛇口をいっぱい、元栓と止水栓を、まあ、各蛇口ごとに止水栓だったり元栓があるんだけど、雪国の家っていうのは。で、そこのし、えー、元栓を閉めた上で、蛇口全部開放するんよね。全開にして水バーって出しちゃうの。で、元栓を閉めて、水道管の中に水がない状態にして、そんで冬場、家開けるんだったら開けると、そういう感じになってます。で、ただ、買ったばっかりの時に、1週間ぐらいで出稼ぎ行っちゃったんですよ。さすがに現金一括で、買っちゃったから金がないということで、すぐ1週間ぐらいでちょっと、残留物処分をして、出稼ぎ行っちゃいましたね。で、それから、全然電気ガス水道は引かず、ひたすら残留物処分とリフォームだけをしてきて、ようやく6月の上旬に 元栓開けたんですけど、そこで初めて水回り触ったんですよ。で、そうしたらね、ボイラーのタンクの水抜きもなんかされてなかったんよ。だから多分、ボイラーのタンクも割れてるような気がする。いやー、こればっかりはね、気づきたかったんだけど、まあだから、これ痛いよね。なので、まあ、出稼ぎ行ってきます。なので、外ごもりプレイスのオープンは来年にします。はい。まあ、さすがにね、ボイラーのタンクかな。で、あとは水道管を、
直すのにもうちょっと金がかかるので、で、それを含めたクラウドファンディングの金額にして、もう一回来年出直しかなっていう感じです。うん、で、あともう一個中止にした理由として、民泊スペースだよね。短期ドロップインとか短期宿泊のスペースにしようと、スペースも一部屋設けようとは思ってて、で、それに関して、ちょっと東北三大祭り、まあ、ここ秋田なんで、東北三大祭りが始まる時期に合わせてオープンをして、ハイシーズンの料金だよね。その短期宿泊の部屋に関しては。ハイシーズンの料金で、スタートをして、事業資本の回収を急ごうかなって思いきや、秋田県の東北三大祭りである竿燈祭りですね。竿に、なんだっけ、まあ、いっぱいこう竿があってさ、竿を、あんなクソ重たくてでっかい竿をさ、顎とかに乗せてあり、こう、おでこに乗っけて、こうやって、すごい一発芸みたいな達人芸をやるような祭りがあるんだけど、あれが、中止が決まりまして、まあ今年いっぱいは東北三大祭りもやんないだろうなと。ねぶた祭りもやらなければ。あともう一個なんだっけ？灯籠祭りじゃないな。あったんでちょっと忘れちゃったんだけど、それが、あれになります。中止になるような気がするので。それとあとはもう、ボイラー割れてるの、ボイラーと水道管が破裂してて、まあ、未だにトイレ行けないんで、近くの公衆トイレにダッシュしてるんで、朝起きると同時にね。それで朝が雨が降ってれば、雨の、雨溜めた、なんか生ゴミなんだっけな、なんか棺桶があって、そこからバケツで水汲んで自分のトイレを使うみたいな感じにしてるんで、はい。そんな感じです。で、それとあと、もう一個、住宅宿泊業の申請ですね。で、特に事業主滞在型の民泊ですね。住宅宿泊業の事業主滞在型の申請取るにも、ちょっとあれ、換気の施設備がちょっと弱いということなので、まあそこら辺も含めて、農家民宿でやるのか、それとも住宅宿泊業でやるのか、っていうのをもう一回考え直すためにもね、出稼ぎ行ってきます。で、あと、貯めた本が今、平積みになっちゃってるんで、家の中に。で、あとはまあ、僕自身もここまではよくやったなとは思うんですよ。俺自身もね。だからまあ、ここまでできたから、ここまででちょっと、ね、本の間にしおりを挟むじゃないけど、それを一旦キープして、もう一回、まあ、出稼ぎへ行って、もうちょい、ちょっと今まで焦りすぎたから、クラウドファンディングの、ね、プロジェクトページもそんなにすぐ申請を通るわけじゃないっていうのが分かったから、まあそういう感じで、もう一回出直しをしようかなという感じです。はい。なので、まあそんな感じだよね。まああとね、まあもうちょいちょっと充電期間が必要なので、で、あとはまあ、最低限、まず自分が落ち着ける場所、拠点がないと俺も苦しいんで、ずっと住み込みのバイトを転々としてきたから、もうそれの移動に疲れちゃったことだよね。で、それだと、物を買えない、物を増やせないとつまらないじゃん。だからやっぱり自分の拠点場所を自分ありきで確立した上で、そういうことをやっていこうと思います。なので、外ごもりプレイスは延長します。来年の6月、7月、それくらいをめどに、ま、になる、オープンをできるように、こっちもまた、クラファン一本に頼るだけでもなく、まあ、盤石な状態でね、特にね、水道とボイラーは盤石にしたいので、早くね、自分の家で風呂入ってさ、用足したいじゃん。なんで、もう一回出直しです。なんで、ちょっと、ストゴモにプレイスは一旦来年まで延期、オープン延期で、情けない話、水道代とボイラーの修了、水道の修理代とボイラーを直す金がなくなっちゃったんで、ちょっと出稼ぎ行ってきます。という報告でした。で、まあ、ちょっとまた来年ぐらいになったらまたざわざわ動くと思うので、それまで、実際ツイッター経由で、支援してくれた方って言います。クラファンじゃなくて、実際に講座、教えてくださいって言って、
寄付をしたいとか、応援させてくださいっていう人は実は複数人います。こんな見ず知らずの他人だよね。まあ、俺は俺で顔を出してるからさ。でもかといってね、そういう人に対して顔出せよとか言えないので。でもそんなね、会ったこともない俺のことを、俺のためにね、支援してくれた人もいるので、まあ、そういう人たちがいるっていうことは嬉しいことなので、やってて、これは間違いじゃないっていうことは、その人たちが証明してくれた、まあ教えてくれたので、まあ他人の金に手をつける以上は、これは引き下がらないものなので、そういう今まではね、ネットビジネスとか転々としてね、ネットワークビジネスとかも、あれやれこれやれやりとか、いまいちしっくり来ないものばっかりでやってきたけども、こればっかりは今度は違うので、やっぱりそういうものに巡り合ってやるって決めたことも間違ってはなかったと思うし、こうやって応援してくれた人もいるので、まあここまでできたということで、もう一回ですね、もう一回今度はじっくり内装も考えていきたいと思うので、まあ何回も言うのは嫌だけども、ちょっと外ゴムリプレイス、今年の7月オープンの予定が、ちょっと無理になりました。はい、金欠のためです。なので、ちょっとごめんなさい。来年の6月、7月めどに、をめでかけてやりたい。もう一度、できるとこまではやったの、できたので、もう一度 伸びきったバネをね、もう一回縮めて、しゃがんでね、充電期間を経て、そこもリプレイス、来年オープンしたいと思います。っていう報告でした。ではでは。